で、夏以降も順調に、ベンチも入ったりとかして、スタメンはなかったんやけど、ずっとベンチ入ってたりとかして。途中出場、いや。途中出場全然ない、ね、でも。そう。で、まあでも別にもう、俺別に、なんか自分的にはさ、まあ、やったったって言い方したら、あまあ、決めたし。そう、なんか、そう、なんかちょ、見返したぞ、みたいな感じで、だから別に、たとえ、ベンチ入って出なくても、なんかまあ、出たら点取るよ、みたいな感じのスタンスでおって。で、次の次か、の試合の、さぬき戦。それも四国への。俺、四国キラーって言われて。で、それで、0-0。で、ラスト15分ぐらいで出て。出ました。で、決勝ゴールです。で、それで、2002発で 100% の男と言われた。これ、あのさ、開幕戦からやったらもうすごいことなんですよ、多分。分数も60何分で2点とか、出場時間。うん、率エグいですね、率が。そう、で、シュートも、3-2 とか、シュート 3-2 で入ってるみたいな、決定力やばい、ね。エグいですね。そうそう、で、そっからまあ、まあベンチに入ってたりとかして、ボールをもう一回絡みましたね。そうでしたね。はい。今季2ゴール目。はい。僕ね、彼のあのユース年代18歳してるんですけど、ああいうことはあんまりできなかったですよ。ああ、そうです。ということはやっぱり非常にやっぱり練習して成長してるんですね。本当に落ち着いてた。さあ見てみましょう、はい、このゴールです。これがオツなんですよ、はい、その後にここで絡んで、うん、落ち着いてますね。あーですねー。まあでも鈴木純のね、このパス見てください、優しいパス、どうぞ止めて打ちなっていうパスですよね、はい、そうですね、はい、いやいや完全にこれを剥がされた形。このそれで、その2試合だから2の2になった時に、はい、こうでもまあ一応こう強化部の人に言われて、はい、テペさんに話されて、まあ一応だって俺がさ、出たいって話をしてた、はい、で一応まあありがたいことにチームがちょっと見つかりそうな感じだって。ででもまあこうやって点も取ってるしみたいな、いや僕もあれ、いやもちろん、こうやって取りに行貢献できないやったら残りたいです、うん、ってはっきり言ったんや。そしたら点も取ってるから、もちろん、これからもちょっと頼むなみたいな感じで、それで取りに行残ったんや。夏で移籍はもう俺はやっぱ取りに行貢献できたし、これからも貢献したいと思ったから、やめたんや。バーって、まあ、ベンチ入ってるけど出やん、ベンチ入ってるけど出やんみたいな感じで、結局まあ得点数と試合数は5試合しか出てないんで、5試合しか出てないけど一応3点取って、で出場時間も110分ぐらいかな、で3点だ。開幕戦からやったら騒がれてる。ただ最後の最後やね。追い込みやね、追い込み方やね。ででもまあ結局まあそうですね。でもさ、まあ俺自身は正直まあこんだけ短いチャンスで点も取ってたから、うん、まあ残れるとまあどっかで思ってたよ、うん、3点目点取った時とかね。でもまあ普通にやっぱ考えたらさ、やっぱ一番初めに、まあ、言ったら半年ぐらいさ腐ってたわけ、まあ、しかもそんで、ね、練習もなんかやらんとか言われたことやらんとか、そんなやつがプロの世界で生き残れるかってそんな甘くないしさ。そうそうそう。でもまあありがたいことにさ、まあ、俺が契約満了のリリース出したときに、やっぱトリニータのサポーターとかは、いやもう次のチームあるからじゃないですかとかも言われたりとかして、もう全然そんなことなかったんけど、なんかもうそう、これがそうやね、俺まあ言ったら俺が契約満了になったわけは、まあこれが毎日ちゃんと練習してたら、うん、多分それはなかったかもしれん、もしかしたらな。でチャンスももっとあったかもしれん、常に全力でやってたらな。結局俺は、まあ言ったら5ヶ月、6ヶ月ぐらい腐ってたから、練習もこうやってもふてくさいながらやったりとかしてたから、まあ、こういう風になりましたね。まあ気持ちはわからなくないですけどね、やっぱり。でも、僕らでも、やっぱ、うん、練習、試合とか出てなかったら、やっぱり練習のモチベーションとか、うん、まあ、下がってまうことは下がってますよね。
そうやななんかその時はほんまに分かったからさ、なんでみたいな、しかも矢印が自分に向いてるんだったよ、なんであの人が出てるとか、あなんで点取ってないのにとかが、矢印がこうベクトルが相手の方向いちゃってて自分に向いてなくて、あの、まあ、その時はもうちょっとね若さで意外とあれやけど、まあ、いろんな人に言われてんけど結局なんか決められへんくて、いろいろでそれでまあこれがトリニータの俺が、まあ、結果は残してたけど、まあ、契約満了になったまあわけかなっていう、まあ、自分の甘さやね、常に全力でやれっていうことで、だから日向にもよく言うのは、まあ、俺が経験してきたから、まあ、常にやっぱどんだけ苦しくても、練習でも常に全力でやってほしいなっていうのはよう言うやん。はい、じゃあそう言ってもらいます。だからそこかな、もう俺が大分で、まあ、アウトになった理由っていうか、まあ、多分、まあ、そうかなっていう、感じかな。とりあえずトリニータでの話はこんな感じですね。なんかもう、ま、もっとこう細かく話してほしいんやったら、もう話してほしいって言い方あるけど、話してくださいみたいな感じやったら全然、まあ、もっと細かく話すんで、ちょっとまたなんか大分のこんなとこ聞きたい、大分の誰と仲良かったとかなんかあれば、またちょっとコメントかなんかちょっとメッセージ送ってくれたらまたちょっと撮るのでよろしくお願いします。お願いします。じゃちょっとこんな感じで、はい、チャオ。いやださいっす。またやってる。またやってる。またやってる。チャオズ。